本当は毎週同じ人たちがいいんだけどな。しょうがないね。この前回のでもあの伝言ゲームめっちゃ面白かったですね。キクスケって誰よ、いきなり。キクスケってなんだよ。キクスケとキクの話が。のっけからそうだった。何をやってんだ。なんか山田が今困った顔してる。それはジンは何？これ意味なくねえか。中途半端な色持ってきたな、また。ね、赤が多いの。じゃあ黒色になってください。僕と同じ。あ、インナー黒です。うん、お前脱ぐ気満々だな。それはジンは何？これ意味なくねえか。中途半端な色持ってきたな、また。黒じゃなかったんで。黒だと思ったら黒じゃなかったんで。普通に赤組のなんかマシモンみたいな。それ赤に見えるよ。あ、いいのこれで私。赤でいいの。さおちゃんオッケー。はい、じゃあもうあのなんだ名前のやつはまた次週にして今日のゲーム始めますよ。ちょっと何がね面白いかよくわかんないですけど、前回のね伝言ゲームちょっと面白かったなと思って。面白かった。なんかそういうのをまたマルクボンバーズームリモートシアターゲームとしてやれないかなと思ってシアターゲームで。うん、定番のやつであるのがステータスというのがあるんですね。はい、ステータスというゲーム分かる人。なんだっけ。野毛さん、まちゃ、どれがステータスかが分かる、ね、と、まあよくあるのはカードとかトランプでね1から13までありますよね。それを皆さん引いていただいて、でそれを自分で見て自分がどのくらいの強さかなっていうのをだいたい認識しますね。2だったら弱い、これがステータス、エースだったら強い。リモートシアターゲーム、はい、ステータスをやってみたいと思います。ルール説明しますよ。もうこれ本当僕も今日ワクチン打ちながら15分の休憩中に考えてたことなんで、あ、いや、ちゃんとできるかどうか、打ちながらだとこうだからね、面白いかどうか分かんないんでいいですか。まあチームに分かれます。で今から4人で、で誰がどの強さをいくかを決めてもらいます、まずね、うんうん、でさらにどの順番で出していくかを決めてもらいます。で、じゃあ一番手先方の人出てきてください。用意ドンって呼びます。そしたら一番手同士出てきます。で、そのシチュエーションを僕がそこで言います。例えば動物園の動物って言ったら2人とも、あ、僕ライオンなんですけどとか、すいません私モルモットですとか言いながら。うん、語り合ってます。あ、でも違うな、違う、ごめん間違えた。そう言うとある程度数字分かっちゃうんで、うん、それは言わないことにしたいかな。なんかそれは絶対言わないで相手がどういう動物かを聞き出そうとする。ただし答えは言わないで、あ、こいつは4だな、こいつは1だな、こいつは3ぐらいだなみたいなことをお互い思って分かれます。それを4人やっていきます。でまた最終的に赤チームだけ集まって、あいつは4だったぜとか、あいつは2だったぜとかっていうことを決めてもらいます。で最後みんな集まって、それを答え合わせをして全部正解だった方がもちろん勝ちだっていうようなゲームにしたいと思います。